あ私あ、はいえっ、ー、とえー、ゆかですよろしくお願いしますえー、趣味は何だろうなえっ、ー、とまあゲームとか好きなんでうーんまあエイペックスとかやってますえあ <laughs> 一緒にはやらないですよろしくお願いしますはいえサラダですか あ、取り分けなくて大丈夫です。食べたくなったら自分で取るんで。<laughs> はい開いたグラスですかどうも。えぇ、ー、私が前付き合ってた人ですかどんな人だったかえぇ、ー。え、いいですよ。私の話は大丈夫です。 え、ね、なんでそんな聞きたいのえ、それ聞いてどうすんのすいません、私ちょっとトイレ行ってきまーす。場所すぐ分かったあー、大丈夫です。ついてこなくていいです。まみこ一緒に行こう。んいい人うーん、どうだろうなーとりあえずあの人一番無理。なんかいろいろ言ってくる人。そう、健太くん 優しいっていうか、いやらしい。とりあえず、何かしら目的があっていろいろ言ってきてんだろうなってのだけはわかる。はえ、私のこと好きで優しくしてるわけねえだろ。いや、私を好きになるわけねえだろ。そんな男いねえだろ。は <laughs> はい <laughs> 酔っ払ってないですよ。大丈夫です。あの、そんな私のこと気にしなくていいですよ。 そんな潰れるまで飲むとか絶対しないんで、私自制心あるんで。二次会ですかボーリングまみこどうするじゃあ私も。あ、あなたに言われなくても行くので !13、14、15ポンドかな。 あ、大丈夫です。自分のボールぐらい自分で持てるので。いっ <laughs>。なんか指ピキってなった。あ、でも大丈夫です、大丈夫です。あの、私、左で投げるので。あ、私、左も右と同じぐらいの握力あるんですよ。左右のバランスいいんで、朝昇龍タイプなんで。来い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 来たー左でストライク取ったーたまー。 お疲れ様でした。ありがとうございました。あ <laughs>、いいです、いいです。あの、駅までぐらい自分で行けるので。健太くんも京王線なんですかま、あそれが本当なら、じゃあ駅までだけ。あ、電車来たんで乗ってください。あ、私、確定でゆっくり帰りたいタイプなんで。 二人でご飯 <laughs> 行くわけないじゃん何言ってんのえ、あたし今日マミコに連れられて付き合いできただけだからほら、早く電車出発しろよ何言ってんのバカじゃないの何は <laughs> あ、もしもしマミコねえ、あいつに今度二人で会おうとか言われたんだけど。 そう、健太あんな下心丸出しのやつ初めて見たマジキモいえそれ普通にユカのこといいと思ってるだけでしょだけでしょだけでしょ何でもかんでも下心だと思うユカが一番スケベだよねスケベだよねスケベだよ あ、どうもお疲れ様でーす。あ、ご飯は別にどこでもいいでーす。あ、明るいところならー